ディラン・グレイのギターのカオルです。今日のゲストコーナーなんですけど、ディル・アン・グレイのギターのカオル君です。おはようございます。おはようございます。僕は初めて会うんですけど、はい、なんて言ったらいいんだろう。今ちょっと聞いたんですけど、割とハードですね。そうですね。こう、なんていうのかな。歌うっていうことはやっぱりハードなことなんですか？いや、そうでもないんですけど、うん、やっぱり。ごめん、歌うっていうことじゃなくて、ごめん。ディル・アン・グレイのあのサウンドっていうのはやっぱりハードなもんなの？そうですね、うん、やっぱりみんなそういう部分をかなり持ってるんで、うん、曲にしてもどうしてもそういう風にやっぱり行ってしまうっていうのがやっぱり、ハードな方が楽しい、ライブやってて。やっぱり、はい、ギターってさ、楽器としてはさ、あれじゃない、例えば一人でも弾きながらも歌えるし、はい、ソロダンもできるし、はい、メロも弾けるし、はい、リズムもできるしっていう、割とこう万能的なもんじゃない、はい、でそんな中でその当然優しさもあれば強さもあると思うんだけど、はい、やっぱりあれなのかな、ファンの子たちの前でやるってことも含めて強いカオル君を見せたい、はい、そうですね、やっぱりギター弾いてる以上ここはやっぱり強いというか、やった、激しい分をやっぱ見せていきたいですね。どんなギターを弾きたい、そういうところで言うと。弾きたいというのは目標みたいなのはないんですけど、はいはい、まあ、やっぱりギターで黙らせることができるようなぐらいは弾きたいんですけども、やっぱりそうなるまでにちょっといろいろ時間というかかかるでしょうから、やっぱり存在的にやっぱり目立ってるギターですね。ああ、なるほどね。じゃあ現在のカオル君の課題はギタープレイでは？プレイでは全てです。全て、はい、それは大変だ、はい、先が長くなっちゃう。と言ってもみんなそうでもないかもしれないからね、はい、それでじゃあ、見せるギターとしての課題は？見せるギターとしてはやっぱりライブの空間としてやっぱり全てをこう、うん、自分自身でこう、分かってるというか、僕がここで動けば、僕の存在がよく出せるというか、そういう部分をやっぱり自分でちゃんと分かっている上で、ライブで動いていくって感じで。なるほどな、そうすると鏡の前とかで練習したりする？昔はしました。しました。やっぱり、はい、ナルシストにならない？ちょっとなる。こう裸って言っちゃいけないけど、お風呂から上がる時とかって、お風呂じゃなくてもいいんだけどね、はい、こうやっぱり鏡の前じっと見たりすると、自分の一番かっこいいその自分っていうのかな、はい、スタイルっていうのかな、はい、こうした時が一番かっこいいんだとか思ったりする、はい、そういうのはやっぱありますね。例えばさ、グループの中でバンド、はい、ギターとして、はい、でバンドの中のギターじゃない、はい、でボーカルがやっぱり歌歌ってるから注目を浴びるじゃないの、はい、で焼けたりさ、嫉妬したりする、はい、多少ありますけど、やっぱりその中の一つのギターっていうのがやっぱりサイズあるんで、うん、その中で自分を見せていくっていうのがやっぱり難しい分でもあり、うん、やりがいもあるというか。なるほど、カオル君はギターでみんなを黙らせろってやつだよね。ギターで勝負ってやつ、ね。だから両方を目指してよ、はい、本当に何て言ったらいいんだろう、聞かせるギターと見せるギターってやっぱり見せないと、はい、もう、そうですね、今はそういう時代なのかなっていう気もするので、はい、僕らもやっぱそういう中で育ったんで、はい、それが当たり前だと思ってるんで、やっぱりそういう、そうだよね、はい、そういう中で育ってるんだよ、はい、本当にそう思う。だから新しいと思うよ、確かに、はい、これからの日本のロックシーン、日本のロックシーンのいいところは若い人がね、どんどん新しく出てくることだと僕は本当に思ってて、ここがアメリカと違うところだと思ってるので頑張ってほしいと思うんですが、ここで曲を聴きたいんですけども、はい、青い月です。はい、
タイトルは青い月です。やっぱりね、いやかっこいいよ、あのいやもういや顔がかっこいいよ。いやあの本当にね、あの僕番組やってて、はい、どんどん新しくバンドが出てくる来てくれて、はい、遊びに来てくれて、はい、で今まだ若いでしょとても、はい、でもっと若い君の下にもきっともう、はい、なんか予備軍がいたりするんでしょ、はいはい、すごいな、嬉しいな。そういうのってやっぱり次のあの音楽シーンを、はい、うん、どんな形にしろ作っていってくれる、あ、言ってくれなきゃなと思うのね、はい、そういう意味でもその先輩たちも一生懸命やったんだよ、はい、でその辺も踏まえて頑張ってほしいと思うんですけども、はい、番組を聞いてる人に、あ、名古屋で今までライブやったことある？あります。どこでやった？ボトムライン。あ、おお、イベント、あ、すみません間違えました、ボトムラインじゃなくてクワトロです。クワトロ、はい、イベント、はい、あ、1回だけ？1回だけです。あ、じゃ あ, あのそのイベントに来た人はきっと覚えてると思うから、はい、それとそういう人たちもライブをもう1回見たいと思ってる人がいると思うので、はい、ライブの告知をお願いします。はい、大阪の31日、はい、5月31日に大阪ナンバーロケッツ、うん、あ、明日や、明日、明日やで、あ、うん、もう出てきてください、一応鳥だけど明日やで、はい6月の14日に、東京の目黒鹿鳴館、はい、で6月27日に、大阪カウボーイワールド、これはワンマンですか？ワンマンです。みんなワンマンですね、はい、堪能できるというやつですね、はい、しっかり見ていただけるということですね、じっくり堪能です、それで7月にはあのイベントに出ますんで、それはあの雑誌などでチェックしてください。何の雑誌でチェックすればいいんでしょう？それは秘密です。ああ、きっと君たちが買ってる雑誌だよ。そうです。うん、僕は B パスだと思うな。絶対違う。で、なんか9月頃にやっと名古屋に来るの？そうですね。9月ちょっと遠いですけど、うん、我慢しててください。じゃあ6名に来てもらうのがいいな。そうですね。うん、東京の原宿に遊びがてら、はい、そしてノワールを見がてら、はい、原宿の、あ、六本木のちょっと先のフロントミッションを見ながら来ていただくということがいいですね。はい、そうですね。あとはなんと音が。はい。7月25日にアルバムミサが発売されます。イーストウェストのソルフィンステラというレベルから出ることになりました。はい、ワーナーなのかな。そうですね、はい、やった、世界を股にかけるワーナーミュージック、はい、僕あの WEA に憧れないんだよ。ああ WEA じゃない、昔の WB だよ、 WB これに憧れがあるんですよ、ワーナーブラザーズにはね、はい、頑張ってだ、あのたくさん売ってください、はい、じゃあ7月25日ですね、はい、円盤屋でもアルバムミサっていうんですか、はい、MISSA という、はい、イーストウエストから、出ますので、これはでもミニアルバムなんですよね。そうですね、だったら値段的にもそんなに無理しなくてもみんなも買えるよね。あ、買えると思います。はい、じゃあ、9月まで待てない人は、7月25日、あ、9月まで待つ人も7月25日にはアルバムを買って9月の用意をするのと、はい、7月25日まで待てない人は6月14日の鹿鳴館に来ればいいという感じですね、はいはい、じゃあ頑張ってください。僕も鹿鳴館には遊びに行きます、はい、あ、お待ちしてます。ありがとう、ありがとうございました。